どうも、わきです。栄冠9やっていきましょう。いつも皆さん、コメント、高評価、ありがとうございます。この栄冠9の動画、いつも楽しみですという方は、ぜひとも高評価、押していってください。ただいま平均高評価数300超えで、この栄冠9の動画、土日2本投稿という企画を行っております。栄冠9の動画、いつも楽しみですという方は、ぜひとも高評価、押していってください。選ばれたメンツが渋すぎるんですが、まあいいでしょう、もう、パーヒーでも、狙いましょう、こういう時はね。はい。ということで、ミルダムで、本集め放送を行って、1年生たちを最強クラスにしてきました。まあ、試合の時に何の特能をつけたのかというところはご紹介しつつですね、やっていきましょう。もうとんでもない1年生のレギュラー陣になったので、これから非常に楽しみでございます。さあ、ということで、今回はその予選に向けて進んでいきましょうということで、アイドルナイスですね。じゃあもう先にご紹介しておきましょうか。はい。ではご紹介していきたいと思います。1年生、まず4人に本をつけてきました。来年もう一人レギュラー取るんですが、このカンバラとサハラはレギュラー争いしてもらって、こっちがレギュラーだっていう方に、特能最後5つつけたいと思います。では見ていきます。まず、天才フルゴーリ。チャンスの必勝本。パワヒ、あ、ごめんなさい。降格。そして、威圧感。守備職人をつけています。フルゴーリ。まあ、守備職人つけたのとしては、天才なので、まあ、能力カンストも見込めるかなということで、まあ、もともと早急 C で守備職人も持っていたら、本当にどこでも将来的にできるなと思って守備職人つけましたと。あとはチャンスへのパワー非降格威圧感ですね。天才なので、お調子者を自分で使うこともできないので、まあ、チャンスへいいかなと思ってこんな感じにしています。で、続いて、岸田。パワー非降格アウトコースヒッター、守備職人、左の必勝本。違うな。あ、早急の本ですね。を使いましたと。早急の必勝本がなかったので、まあ、早急は D 止まりというところではあるんですが、これでまあ、守備職人持っている、パワー非降格アウトコースヒッターと。で、もともと守備がいいので、もうバッティングを上げていけば、かなり期待できるんじゃないでしょうか。で、8番、中条、中条、中条ですね。中条です。はい。もともとチャンスメーカーを持っていたので、阿部人中集中をまずつけています。そして、威圧感、アウトコースヒッターに左の必勝本、こちらを使っています。いやー、これはまたパワー非降格じゃないタイプ。阿部日流し打ちのタイプで、めっちゃ期待できそう。モブの能力じゃないんだよな。やばいっす。はい。で、ラスト、キャッチャーは、花上。こちらはもともとラインドライブを持っていて、昨日の YouTube のコメント欄を見てると、ラインドライブ降格っていうのがギータと同じらしくって、ちょ、それやりたいなと思って。もうパワー非とかもなかったので、ただ降格が多少余っていたので、ラインドライブ降格と。あと、タイエース、キャッチャーの必勝本、キャッチャーの本と使っています。やばい。あと、盗塁の本も使いましたね。盗塁 E だったので、そこを上げていますと。これ、やばいっす。いや、多分、1年生のうちからそこそこ活躍しそうな気がしますし、これ、泉が3年生になった時、すごすぎんっていう。で、まあ、この人たち、この今の1年生たちが3年生になった時も、ものすごい気がしますね。いきましょう。ということで、今、ミルダムで、公開、生収録を行いながら撮っています。おー、松井和夫さん、ギフトありがとうございます。ミルダムもね、最近すごい放送盛り上がってるんで、皆さんぜひミルダムを見に来てください。ということで、行きましょう。いや、今日はね、めっちゃ本集まったんですよね。今日調子良かった。はい。まあ、調子いいもん、クソもないかもしれませんが、調子が良かったということで、頑張っていきましょう。泉、間に合わんか。なお間に合わん模様って感じですね、これは。さあ、立花は、もうちょい肩上げとこう。さあ、大広も、ここはサブポジョすべて取るというのが、とりあえず先行かな。さあ、佐藤さんも頑張ってくれ。佐藤さん、パワー非降格なんで、もう、バンバン打ってもらいましょう。となると、花上は、パワー比は間に合わんな、夏には。ここからパワーが B になるのはさすがにきついので、走力上げとくか。まあ、いつでも走れるようにしていくのがいいかなと思います。ふわゆ。ああ、なるほど。この選手か。カンバラ。カンバラ、このままミート上げて、もし記者で阿部ヒでもつけばさすがにレギュラー確定ですね。で、ウッチーは、いや、ウッチー強いな。うちなんか肩曲げときはもうどこでも本当にできる感じですね。田所。容疑者です。容疑者もまあ肩上げるかも。どの上。ふわゆって感じですね。
これもフワーユーって感じですね。あとベンチメンバーにムード持ってる人がいるかどうか後で確認しておきましょう。岸田はまず走れるように、はい、しておきましょう。もう特能もしっかり揃っていますと。フワーユー、フルゴーリさすがに弾道上げます。さあ村上いよいよやることがなくなってきましたと。いや最後ショートを守るっていうのは嬉しいですね。で込みでもサブポジを全部取っておく。皆川はもう素晴らしい。これで二遊間バックアップできるのはエグいな。え、皆川って5割打ってんの？え？ 5 割2本11打点ってどういうこと？ 2本の11打点しかでも上げてないの。でもなんか育ちましたもんね。まあとにかく守備でしょ。で、ダイソー、今福、ふわゆ、大堀は守備をひたすら上げておく。で中条阿部日流し打ちがもうついたので、だったらもう総力をどんどん上げていっていいと思います。で佐原砂漠ね、いやー佐原記者チャンス間に合わないか。いやミートならワンチャン間に合う。これで流し打ちつければ C になればミートが、まずレギュラー取らないといけないですからね。さあアイドルからの特打2連続素晴らしい練習が続きます。いやー楽しみ、これからめっちゃ楽しみ。おそらくめちゃめちゃこれから強くなっていくんじゃないかなと。いやー真の黄金期来るな。いや泉が素晴らしい、まあ村上がねあまりに強いので、村上があまりに強いので、その村上が抜けるのはちょっと悲しいさもありますけど、まあ、今のレギュラー陣で言うと村上しか抜けないので来年。ただ今年は、村上個人軍。はい。原監督大好きなので、まあ、原監督の言葉をしょっちゅう使っちゃうんですけど、村上個人軍を極めるような打線にしてます。村上の前にパワー引けを置かない。もうとにかく村上の前にランナーを貯めて、村上で返す。で、一応でも威圧感打線は完成してます。1から9番まで威圧感かかると。で、まあ1年生の枠は終盤もどんどん上級生出して育てていくというような感じを考えているので、村上個人軍でありながらも、個人軍ではいけないと。巨人軍でないといけないと。その両方をね。やった！また練習効率上がった！なんじゃこれ！うん、いいね。これ、3連続アイドルですよ。もう、もはやこれ、今やってることは。3連続アイドル来た。お、カゾさん、アディオス組にまた登録してくれてありがとうございます。あーでも1、2、3、4、いや練習試合やめよう。もう一マス進む美味しさを取る。いやさすがに練習試合した方が美味しいのかな。さすがに練習試合した方が美味しいですね。あ、3マスになっちゃうか。まあいいや、勝って本屋さんもあるし3マスになっちゃうか。ミスったな。いや、これ、まあ、同じぐらいかな、正直。あんまり変わんないぐらいですかね。まあ、勝った本屋さんまた行きましょう。で、もう、私、いや、アイテムない、ポイントないんだよ。いや、でも、皆さん、前回、たくさんダウンロードしてくれてありがとうございました。なんとかここまではポイント不足に陥らず進めているんですが、これ多分夏大会ぐらいでポイントがつきそうな今、まだ感じなので、よければ、過去の卒業生と、前回、前々回ぐらいですかね、卒業生また入ってますので、まあそこから皆さんぜひダウンロードしてくれると非常に嬉しいです。行きましょう。さあ最初の練習試合はまあお試しって感じでしたけれども、もうこれは本もつけて、まあ本気の、まあほぼほぼ本気のオーダーももう出来上がっているので、この練習試合からさ、このチームの始まりと、まあようやくスタートラインに立ったという、そんな練習試合でねやっていければと思いますけれども、まあ3マスでも十分いい練習です。うん、まあもちろん泉。まあ初陣ですね、ある意味。初陣ですね。いきましょう。
さあ、総合戦略へ。ちょっと泉の防御率問題はあるんでね。おわ、急成長引かないんかい。まあまあ、練習試合なんでいいですけど。いや、もう、これにしっかり勝てたら、太田の大志さんも言いますし。うわ、菅野だし、相手。うわ、これ3年菅野だ。菅野クイック B っていうのもちょっとまためんどいんだな。これに勝てれば、しっかりと。まあ今後、民主共和国というところで言うと、まあしっかり戦っていくことができるのかなと思っています。行きましょう。まあでも終盤のチームなんでね。はい。終盤のチームだとは思ってますよ。あ、岸田のエラー、岸田のエラー消したい。岸田のエラー消したい。いや、送球も D にはしたし、守備職もつけたんですけど、いや、結局岸田のエラーだ、今の。いや、そう。もう守備はめちゃめちゃいいんですけどね。エラー持ってるっていうなんかよくわからないタイプの。3点取るんか。まあ上位はめちゃめちゃいいですからね。研ぎ澄まされた、その心で、太田よ大志を抱き、切り開け。これもう東海大相模だな。太田菅野は東海大相模ですね、完全に。で、なので、お祭り使って、まあもうこの4回ぐらいからダニエ出していっか。もうこれくらいの気持ちでもうスタメンで使うだけで、あのもう、ここで回ってきたら、すまんけど早速代打って感じで、はい。そんな感じでこう、考えていこうかな。なので、キャッチャーの枠にキャッチャーも、本番もこんな感じで戦っていこうと思います。実質スタメンなだけでこう、はい。実際打席回ってきたらもう上級生がやっていくと。これだとね、もう4回からこれでいってたら、ただ天才だけはずっと打たせたいので、その枠だけは別ですけど。これでやってれば負けることない。負けるどころか。って感じですね。で、一番強いそのお調子者っていうのは常に使えるような性格にしてあるので、バント職人内野安打見せろ。よっしゃ。今福はもうこれが命。これが一番大事。ボー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 。さあ、パワー非降格になりました、佐藤さん。まあ、智之相手にはなかなかきついところあります。では、そのまま立花が入りますと。いや、これ相手からしてきたら脅威でしょうね。途中からこれだけのメンツがどんどん出てきたら。あら、エラー多いな、なんか。佐藤さんも早急 C なのに。どうした？相手が魔物を使ってきてる説濃厚ですね、これは。才能開花使おう。よし、頼むよ、岸田。おい、どうしたこの試合。相手魔物使ってきてる。村上までエラーしちゃった。桑田さんが言ってました。困ったら基本に立ち返って、アウトコース低めにストレート。いやー、さすが。真澄さんの言うことはさすがです。桑田コーチ。さあ、泉。まあ、でも、さすがにこの場面は、これかな。あ、やった！菅野下ろした！菅野、ほんと、早急も B だから。3年生の菅野はマジでちょっとレベル高い。さあ、フルゴーリー。バー非降格。いや、もう普通に打てそうな能力だな。フルゴーリーまで行くと。カット打ちもありますしね、フルゴーリーは。よーし！そういうことです。さあ、ノーアウト満塁という絶好の場面。あっちで、この岸田とか回ってきたらもう代打ですね。代打ですね。で、1年生がまず1人いるので、ここでお祭りを使ってあげて、ほいでもう雨宮も先に出しといて、ただ雨宮これ、才能開花引いたとて、他のベンチメンバーの方が打ちそうなんですよね。で、今セカンドなので、セカンドじゃあ皆川を出したいわけですね、この場面。はい。皆川がやはり、一つここで、登場してもらえると。阿部ひも持ってますし。で、皆川セカンド、村上ショートという。まあ、どっちでもいいけど。皆川ショートでもいいですけどね。村上セカンドでも。
でもまあ肩が強いので村上ショートの方が。こうやってやってる分にはこれもう負けないべ。で、中条も代打出すと。で、中条の代打にはでは、まあ、ウッチーあたりをじゃあ言っときましょう。まあ、調子いいんで、小峰行こうか。あ、これはちょっと本、あ、練習試合だし、もっと、あ、練習試合だから普通に1年生打たせたらよかったな。今思うと。信頼度。まあそんな上がんないですけど。まあちょっと戦い方の確認ということで。あ、狭い球場なら入ったな、これ。まあもう。コールド普通になっちゃうぐらいのその強さにはなってくるという。まあなのでその無双チームが解除されて悲しいという方もいらっしゃったかもしれないんですが、全然そんなことはありませんと。全然以降無双していきますって感じですね。はい、こう回していきます。ちょっと僕の思ったより早いタイミングでの回し方とはなりましたけれども、ちょっと育成枠使ってなかった。あーでもまあまだお調子をこう使うタイミングとかで置いといてよかったのか。なるほど。お調子をまず使ってから攻撃を始めるみたいなこともできますしね。そしたらやっぱこの二遊間になった途端守備いいですね。ちょっとこれ動画を早く出したいので今日はカットができないんですが、今日はカットはできないんですが、まあただ少し敬遠してね、まあ長いイニングやっておきましょうか。村上の打点数もね。まあ、一応僕は公式戦通算ではなく、まあ、でも、本当は公式戦通算で見た方が良さそうですけどね。その年代によってどれだけ練習試合をやったかが結構違ってきそうなので、まあ、そこっていうのは実は統一した方がいいかもしれないけど、でもやっぱ通算成績というところでね。その、ま、高校野球でも清宮選手通算何ホーマーとかっていうのも練習試合もちろん含めてのあれなので、そこはね、乗っ取っていった方がいいのかなと思いますね。ということで、いやー、これはロマンある。いやー、ミルダム、皆さん本当に本集め放送付き合ってくれてありがとうございました。もう、皆さんのおかげで。最強の、また、メンツが生まれようとしています。スタメンで出してすぐ変えるんだったら意味がないんじゃないですかという質問もありそうなので、それに対して先にこう、お答えさせていただきますと、経験値の入る量っていうのがスタメンで出ると 100%、 代打で出ると 50% みたいな、そんな感じで変わってるんですね。なのでなるべくスタメンで使った方が強い選手に関しては強くなっていきますよと。ただまあこんなに早く変える必要もないのかなとは正直今思ったので、まあその辺はちょっと様子見つつというところではありますかね。まあちょっと戦況をもう少しガチガチにするという意味ではもう少し点を取られておいても、これくらいにしときましょうか。ここから低めだけでいこう。もう守備もだいぶ固まってきたんで、フルコーリ君、君天才だよね。え、なんでそんなことが起こったの？早球し守備職人の天才ですよね。おい、なんでこの試合こんな早球エラーするの？なんか悪いことした僕。まあいいけど。勝って本屋を踏みたいので、さすがに。なんでこの試合こんな早球エラー多いんですか？まあ泉の防御率にも関係ないし、まあまあ。温かい心でね、1年生のプレーに関しては見てあげたいなと思ってますけど。うわ、この二遊間エグいわ。もう皆川の動きの速さに、あの村上でさえついていけてない感じが今ありますもんね。で、こんだけ点やるとまた本気で打っていけると。まあでも天才だけやっぱ打たせていきたいので。まあどうせ打てないからな、バントとかでもいいですけどね、しっかり。まあ一番確率が高いのはやっぱ転がすことかな。まあフォアボールでも。まだノーヒットですね、フルゴーリー。まあ、これからの男です、彼も。
おお、ナイス。さあ皆川打率5割男。おい、打率5割。まあここはバントですけど、ただの。でカンバラはここでお祭りを使ってからまた代打を出すというね。うん、もう全員したたかだから、まあもうじゃあ先に全員代打で。余る。いや、そりゃそうだよな、余るよなそりゃ。でこれでクソ揺さぶってすげえな、これ3年生ベンチに置いてこうなるのか。なるほど。で打てないんかいっていう。3年生がベンチにたくさんいるとこんな攻撃ができるんだな。終盤のこれ攻撃力恐ろしいっすよ。終盤の攻撃力が今年恐ろしいことになりそうです。結局だから今まで以上になんなら点取るかぐらいの勢いでいけそうですね、もうもはや。で今福がやることっていうのはもう決まってますから。あ、このピッチャー守備いいわ。わかった、今服でも決まらないぐらい守備がいい。まあこれくらいがちょうどです。これくらい点を与えるのが9回裏にサヨナラ勝ちするにはぴったりでしょう。ちょっと低め丸もワンチャン取れればいいなみたいな気持ちがあるので、低め丸カード低くても使っちゃいますけど、でも防御率もあれだしな。まあ大丈夫、守備が今いい。村上がもはやあれを追いつきそうな勢いで追いかけてます。さあ、太田よ大志を抱き切り開け、研ぎ澄まされたその心で、太田よ大志を抱き切り開け。王者沢村投げ抜け、鉄の右腕がうなり上げ、打者をなぎ倒す。ちょっと投手の応援歌って歌うこと少ないんで、なんか曖昧になるんですよねいつも。ちょ待て、負けるなよ、負けるなよ。点やりすぎた、なんで8回やらせてくれなかったんだ。大丈夫、こっから2点。うわ、泉阿部秀もホームラン打っていく、真の二刀流へ。うつみ、てつや、さあ立ち上がれ。でもここ以外うつみを思い出せないし、菅野も出てこない。菅野とか出てきたら歌えるんですけどね。菅野の応援歌どんな感じだったっけ、なんかなんとかストレートみたいな感じ適当ですね。ストレートか直球かっていう歌詞はあるな、菅野。ちょっと後で調べてこう。全然出てこない、菅野の応援歌。よーし、おい、こっから勝つよ。同点でも上いけないから、ちょっと本屋一回いけるっていうのもでかいから。さあ、ウッチもバント丸持ってるんですけど、あ、バント7はさすがに確率が高い。さあこの、まあ普通にやっててね、9回裏2点負けてたらかなりドクドクすると思うんですけど、このチームならここからでもなんとなく絶対勝ってくれるような気がする。そんな強さを持ち合わせた、そんなチームですね。最後はサヨナラスリーランで終わると。素晴らしい。まあ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 、うん、さすがにどうでしょう。まあほぼ同じ、まあ信頼度が上がる分やっぱ練習試合やった方が美味しかったかなというところですかね。あ、で超ノリノリとかになったりするのも一つまた良さかもしれません。村上は今の試合打ってたのか。村上をなんか操作した記憶がないこの試合で。あれ、村上は何やってたんだ。ちょ、村上頼むよ、本当に打撃3部門マックスいけるかもしれないんで。村上ロマン溢れる、それは
まあハイボールとかもね、ハイボール飲んでグイって吉高由里子はよく言ってるんで悪くないと思います。ということで、なんか予選まで行こうと思ってたんですけど、なかなかにいい時間になりましたので、今回はここまでということで、次回いよいよこの新チームで予選やっていきたいなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。